中に。せーの、ナインボーイズザピエン。こんにちは、Tサイクです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。始まりましたね。おお僕たち日本人4人で、前回昨日、うん、キヨとゴヌとカイリがリアクションやったじゃないですか。やってた、はい、けど今回は僕たち日本人メンバー4人ってことで、昨日どうやった？昨日でも、うん、僕が愛嬌で負けちゃってサムライズがあれ3人になってじゃないですか。日本人3人になって、ちょっと羨ましかったです。あどうしたん、今日も入らなあかんかったのに。そうですよ、今日は愛嬌で負けて。ヤッホー、ね、おみんなも来てくれてる。ヤッホーヤッホー、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。じゃ ありがとう。今回僕たち4人でやるんですけど、はい、はい、今回見るのは日本語バージョン。おお、日本語バージョンで初めて見ようと思います。一回見たことあります。一回でも俺らいろいろ種類あるやん、うん、うん、はい、韓国語バージョンと日本語バージョンと、でも英語の字幕とかも入ってる人いるし、うん、そう、うん、うん、けど今回は日本語バージョンで僕たちリアクションしていこうと思います。オッケー。昨日あのゲーム入る前に、あの止まっちゃったじゃないですか。ああ、そうそうそう、うん、僕たちがあの昨日このパジャマを着てハラハラするハラハラするゲームをその始まる前に止まっちゃったじゃないですか。で今日はその始まるわけですよ、そのハラハラするゲームが。そうやな、うん、で僕たちはまだ見てないじゃないですか。まだ見てない。わあ緊張しますね。見てみよう。楽しみです。日本語始まる。ちょっと待って、見るか。お、上がった。上がってますね。じゃあ見たいと思います。早速見ようと思います。わー、 Go 画面大きくする。うん、あ、始まった。おー、かい懐かしい。俺マッチョのポーズみたいなって思って。いや、撮っときゃ俺の。おー、ごめん、始まった。おジェンガー、ジェンガーでした。昨日のハラハラする現場。いろいろあったな、これ。ミッションがあったんやな。そうそう、なんか罰ゲームみたいな。そう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 。毎回罰ゲームあるもん。そう、なんかやるたびに。あー、父さん。父さん。しかも早朝。早朝父さんやから。あっちゃさん絶対しんどいらしい、これ。まだ僕たち行ってないんですけど、うん、寒い日とか続いてるから時間がないやん。ちょっと待って、ほんまに嫌やった。ゴヌ、髪吹かえ、これ結構難しかった。難しかったジェンガ久しぶりにやったけど、そう、ジェンガ、これさ、ジェンガの上に書いてるやん、うん、なんか罰ゲームとかいろいろ見れへんしな、うん、選ぶとかないもん。あー、ステッカー、シーシーです。これはまあ、買った。これ全然可愛かった。可愛い可愛い。罰ゲームじゃなかった。似合ってる。ケビンよ、ケビンよ、何言ってたっけ。最初簡単や、最初簡単や。あいきょー、来た、あいきょー。見てるのも恥ずかしい。次誰や、レオ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 や。俺何したっけ、これ。なんか下の方から弾いてたの。いや、ここだって一番前やん。うん、あ、そ、あ、これ、あ、頭にあるんですけど、これ本物なんだか。めっちゃ重かった。めっちゃ落ちてなかった。めっちゃ落ちてた。すぐ落ちてたやん。ゴヌもすぐ成功してた。何やったっけ。あ、そうだ。それ朝5時に、なんか朝5時に。じゃあこれ山登りじゃないや、これは。起きるやつやっけ。
あいちゃん朝運動か。そうそう、運動。じゃあ朝早くに。運動運動。俺喜ばしたいけど。この辺からも危なかった。じゃあでもこのルールさ、一回触ったらもうそれ抜かなあかんってやつだった。そうそうそう。この辺から触りまくってる。いや触った瞬間に分かるよこれ。あなんかめちゃくちゃ分かっててもドキドキ。いやこれうまかね。おーおーうまい。おー何弾いてたっけ。止めちゃいます。スクショタイム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 。みんな撮ってください。今チャンスです。致命的なポーズ。だからね、かっこよくてうわってなるポーズ。普通にかっこよくない。これは何だろう。愛嬌なんだ。普通にかっこいい。セクシーな。この時ゼロとノア4がかっこいけない人やね、パジャマやったけど。パジャマさ全然ちゃうやん。人に寄ってて俺スヌーピーやってる。俺キヨサルベ。サルベでも何やったっけ。俺あれやスポンジボブ。スポンジボブ通販してたやん。1500円だよ。ピカチュウのやつも2プラス1ってスダンスダンスダンスじゃあ見ようか見ようかせーのおーおーあっカイリ俺ヤバかったと思う多分。めちゃくちゃギリギリやった記憶がカイリウサギの耳つけるなおーそうそうサダっても全然動かないそう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 めっちゃ時間かけてたやん3分かかってめちゃくちゃかかってたよめっちゃゆらゆらしてるのさまったく動かないからさなんかすぐ抜けるやつもあるけどこれ全然動いてなかった。おお取ったっけ。取って取って取って俺がギリギリ取って最後の最後でミッションは俺何したっけな。あ、土曜曲歌う。じゃあこの格好で歌うかも面白い。歌詞はすごい。もうこれしか出てこえんかってこの曲しか。俺も覚えてない。幼稚園の時に歌った。キヨ。全部動いてる。むちゃくちゃ動く。これ全部こうやってるもん、土台から全部こうやってるトンコ絶対やっちゃあかんとかやった。おお揺れてる。あ、横にあったブロックはすぐ動いてる。完全に動いてる。そうやな、横あそこ絶対落ちるもん、無理や。倒れるんちゃう。キヨが罰ゲームな。あれ、めちゃくちゃ嬉しそうやん、後ろで。これ、自分正解やもん。キヨが倒したやん、うん、で正直、僕とオンがまた順番回ってきてなかった、うん、で、あそう、全員一周する前に倒れたもんな。そうそう、めちゃくちゃ嬉しそうなの。そう、あ前に罰ゲームがめっちゃあったんで。そう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 、あ、もう登山行かんでいつも。え、じゃあ罰ゲーム何もせんかったっけ。何も、いや、これはまだわからないんだ。続き見てみる。あー、一旦続き見てみる。スタッフもおらんらしいで一人ほんまに一人自腹確か。あ、これいい。よく考えたな。よく考えたな。そう、僕が罰ゲームで5時に起きて5時起き。頭いいな。
え、じゃあさ、これ午後さ、5時に起きて1時間運動してからきつめちゃめちゃハードステージでしんどいきついです。これ悪いよな。そう、俺何やったっけ。なんか、だってこの各ブロックにミッションがあったの。あ、そうですね、そう、めちゃくちゃ選んでて、キヨが5個選んで、その中から1個選ばなかった全部あったと思って運動全部あるんですよ。だんだん増えていくメンバーだんだん増えていくね。何だっけ、そこラップ、ラップラップしてたっけ。何だっけ、ほんまにヤバかった。頭真っ白やったんじゃん。即興やったことないからな。正直どっちも嫌やどっちも嫌や。この時確かめっちゃ考えてますよ。4人4人お父さん結局筑紫さん2人になったから、これやばかったわ。あ、最初1人とか言ってたやん、うん、結局4人。4人そう、ジェンガでジェンガやった意味ないもん。意味ない、全然なかった。なんで増えたんですか。最初じゃ普通はさ、うん、順番後ろの方が有利やん。で増えたやろ、めっちゃ不利ってよ。そうだってあれ正直何選んだか覚えてる。罰ゲーム確か愛嬌、うん、ラップ、うん、運動50機3つ。その3つ運動を引いたらもう登山行かなあかんや、うん、もうずる賢いかかれて正直オンとこう後ろ見ながら、うん、まさか運動何個も入れたりせんやんなって言って、うん、でオンが先行ったら運動当たって同じの何個かあったから、うん、選んでる時に違う表がこれって言ったら全部運動だった。ノア表ノア表もあるよ。あれノア表めちゃくちゃ積極的やった、うん、まだ行ってないやん。そうまだ行ってないんです。でいつか行くことになるんだけど今はまだ寒すぎるから。めちゃくちゃ寒いか。今行ったらほんまにあかん。今は寒すぎるから行けへんけど、ここ行ってんでしまう。もうちょっと暖かくなったらなんか撮りながら、うん、撮りながら来て、撮りながら来たりできるんちゃうかなと思う。やっちゃいます、やっちゃいます。正直この時なんかめっちゃうわってなったけど、うん、今考えたら朝の登山も全然、うん、ほんまに、うん、ほんまに俺絶対嫌や。俺絶対嫌や。もう一回考えてくれ。5時朝5時運動してから起きられさえすれば、うん、でも気持ちよさそうじゃない。でもじゃあもしそれが日曜日、あ、それは嫌や日曜日絶対嫌や。日曜行ってらっしゃる。平日の朝に早起きして、うん、ちょっといつもと違う感じで行きたい。ああ平日でも平日だったらその後普通に粛清ジュールもやらなかった。レッスンそれもそれでしんどいな。じゃあ日曜日から俺で。いやそれやってみな。逆に日曜日起きて休日行って帰っていいでもう一回寝て、うん、じゃあもう終わりやん。終わり日曜日終わり。いやでも大丈夫、早朝やから。早朝あれ結構時間かかるんじゃん。山登った結構2時間ぐらい行ったり来たりしてたら2、3時間かかると思う、うん、でしょ、うん、で何だっけ、なんかヒョン誰かが言っててんけど、うん、その登山行く途中にある屋台っていうかご飯屋さんがめっちゃ美味しいって言ってて、あ、そうなんですか。それだったら帰りも来る。それならいいわ行こうかみんな行くんちゃう。なんか有名って言ってた。なら行こうか。ああ見終わったけど、うん、皆さんどうでしたか。どうでしたか。何曜日でも行きたくない説それはそうだろ。それはそうあ、そう、関西弁お、そうだ俺出てる。レオ、ゼロ、帰りが関西弁。関西弁出てる。キヨが、でも俺、最近映っちゃったんですよ。じゃあ、関西弁してみてや。何行きしな。あーちゃう、それは単語やん。単語じゃなくて、なんか話す時の何やにやん、みたいな。うん、そう単語やん話す時のちょっと、なんか、じゃあ願いやん。やん。
ご飯美味しいの食べました、なんていう。ご飯美味しいの、んご美味しい、え、ご飯日本語がダメ。俺らあ、じゃあ一番分かりやすい、なんでやねん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 、伊勢関西弁やん、なんでやねん、全然あかん、まだ映りきってないよ、まだ映りきてない。でもたまにもっと映さなんか、でもたまになんか、なんかたまに喋ってる途中に関西弁入ってる時ある。え、でも若干、うん、でもさ、キヨが最初来た時逆に俺なんか若干標準語出てもらったみたいな。ほんまに、ほんまにバリバリ、あ、なんとかなんとかだよとか逆に大丈夫、やばい、だよだよ絶対言わんのに普通だよ。あ、それと皆さん今日僕たちせっかく日本語で配信してるので、うん、なんか聞きたいこととかあったらじゃんじゃん質問してください。いいねいいね。いつも韓国語やからなんか、うん、今日はいっぱい読めるから表現しづらい音とかもあるけど、今日関東ですよ、ま、関東です、関東。カイリ君ハートちょうだい、イエイイエイ。出身は僕ら3人が大阪関西で、今日だけ関東、関東で、今日だけ関東関東、なんかバリアな。最近ハマってる食べ物、みんな最近ハマってる食べ物何？最近ハマってる食べ物、最近海外あれじゃん、プデチゲ。プデチゲはプデチゲはずっと最近の話ずっとハマって持ってる俺。プデチゲは休みの日なんか食べる？あ、カイリーと僕がワッフル頼んで食べます。あ、ワッフル、めっちゃうまい、めっちゃうまい。レオもたまに一緒に食べる、結構、あ、美味しい。でもさ、最初さ、看護来てからさ、辛い食べ物多いやん。最初全然食えんかった。あ、全然食えなかった。で、最近はもう食えるようになったけど、うん、慣れてくわ。最初プデチゲもちょっと辛いと出てたんじゃん。俺、うん、そんな可愛い俺がいた。プデチゲ辛いとか出てたなんか今思ったらなんか、あ、昔こんなこと、ちょっとのことで、あ、なんか辛いなとか言ってたなと思ったら、なんか変な感じがある。最近はそんな辛くないな、うん、最近ちょっとは強くなった。みんな看護来てどれぐらい経ちましたか？お、ここ3人が多分一緒ぐらいに来たくない？1年半ちょっと時間かかったけど、1年半経ってないぐらいで、キヨ、どんぐらいっけ？キヨちょっと遅かった。1年ちょっと、1年ちょっと。でも最近コロナのせいで日本帰れてへんやんか。そうそうそう、だから日本食めっちゃ食いたい。日本食ココイチめっちゃ食べたい。ココイチ韓国にもあるやん、うん。じゃあちょっと違うかもしれんやん、なんかあっけじゃん。あ、日本と、そうこの間日曜日にカイリがカレー食べたいって言って、うん、でカイリがお取り寄せできひんから僕が携帯でやってたんですけど、カイリ A を選んでって言ったら、なんかカレー選ぶのも時間かかったけど、セットメニューなんかサイドメニュー4つぐらいかな楽しそうやん。カレーよりそっちの方が そっちメイン。今日おすすめのドラマ、おすすめのドラマ、おすすめのドラマ、最近なんか見てるの？あの、韓国のドラマとか見てる？僕最近この一番最近見たやつ、あ、僕たちの先輩ライブオン。あれ携帯でライブオン。あ、それと今日みんな見てください、ネームタグ気をつけてます。ネームタグ、どれ、あ、これこれ、気をつけてじゃあいや、でも最近日本の好きなお菓子、じゃがりこ、じゃがりこ、かきピー、はい、かきピーです。待って、俺何やったっけ、忘れた。ブラックサンダー美味しい。あの、何っけ、日本でめっちゃ食べてたやつ、日本でめっちゃ食べてた。あ、でも片揚げポテト、あ、それ好き。あ、なんかさ、コロッケのやつはなかった？俺、コロッケって俺がさ、一時さ、めっちゃ好きやったコロッケのさ、え、塊で入ってるコロッケが、めっちゃちょっとしか変えてないんだけど、コロッケの形の下、なんかめっちゃリアルなお菓子やったんけど、ミニコロッケみたいなの、そう分かる。でも、名前忘れてなかった。じゃあコロッケ食えばいいやん。ちゃう、コロッケのお菓子やから、全然ちゃう。違う、うん、全然違う。なんかでも見たことある、なんか俺が日本から帰ってくる時に帰ってきてんけど、うん、名前忘れた。日本帰ったら一番行きたい場所、僕京都。あ、一緒。
京都、俺京都一回だろ。あ、まんまコロッケ、そう、まんまコロッケ。あ、まんまコロッケ初めて聞いた、初めて聞いた、聞いたことある。じゃあめっちゃ美味しかったね。じゃあ味はほんまにコロッケだった。味はコロッケのまんま、じゃあコロッケ今度じゃあちょうだい。ないって、もう全部食べた。俺も買いたいけど日本に行かな、ないから。そう、あの僕らが日本帰ってきた時にこっちに韓国に、うん、お菓子とかいっぱい、いや、お菓子めっちゃ買ってくる。お土産とかカキピーめっちゃ買いだめして、他のメンバーにも買ってくんねんけど、特にうまい棒とカキピーはめっちゃ買う、うん、カップラーメンとか、カップラーメン、スーツケースの半分お菓子を並べる。ほんまに服とかもいらないから、開いて、開いて半分くれるの。そうそうそう、韓国人のメンバーもさ、日本のお菓子めっちゃ好きやから、うん、お土産とかでよく買って戻ってくるんですけど、そうそうそう、みんなめっちゃ喜んでくれて、ノアヒョン勝手に取っていくな。ほんまに悪い、めっちゃ取っていくやん。この間、先々週の日曜日に僕が寝てて、うん、で、僕のベッドの隣ら辺にキヨのなんか、あ、食べ物、ボックスがあって、で、お菓子とかちょっと入ってて、うん、そこに。で、僕寝てて、パッて寝返り打った時にノアヒョンが静かになんか手が開いてきて、こうやって開けて、中取っていったんですよ。で、そのままベッド入って、何してんだろうと思ったら、ちょっと待ったら、バイバイ。悪いやつや、かわいいやつ、悪いやつ。うわ、知らなかった。ルームメイト、今のルームメイトは5人部屋と4人部屋で分かれてます。そうそう、だからレオがで、5人部屋が、あ、ここ3人と、うん、ここ3人、ケビンヒョン、ノアヒョンで、残りの4人が僕とオンとゴヌとシャンヒョンが、うん、何なんか始まった。もう全然画面幕、あ、なんか始まってます、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 始まってます。ありがとう。なんか消した方がいいんちゃう。うるさくしますトム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 、危ない危ない。ティーンサイクで年齢、年齢、これ日本の年齢で言ったら、待ってな、僕たちここが3人一緒じゃない、うん、で日本の年齢、キヨが2個下か、日本だったらそうか、そうじゃん。で、僕たち明日もまた出るやつ、そう、行きますよね。明日、毎日、明日ど、明日、最後どうやって終わったっけ、今日。今日は、だから、登山、登山、罰ゲームまで終わったよな。で、明日も、このリアクションの動画、うん、こうやって V ライブでやるんで、またどのメンバーがやるかお楽しみに。メンバーも変わるし、期待してください。なんか、また、新しいゲームやるのか、俺たち。それはまた明日のお楽しみ。それはまたお楽しみです。全部教えませんよ。いや、でもこうやって見るのも楽しい。うん、みんなとこうやってライブでしながらやるの、日本語喋ったらめっちゃ久しぶりかも。こうやってなんかめっちゃ、確かに、そうそうそう、全然日本語みたいな、めちゃくちゃ、うん、うわ、そのなんて、確かにファンの皆さんの前で日本語でこんな喋るの初めてなの、うん、なんかすごいな、なんかすごい、ゾワ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 すんねんけど。でもやっぱり久しぶりに日本語使ったら、僕はまだ多分ちゃんと今日できたと思うんですけど、あの、変な、変になる、結構日本語多分変やと思う、うん、皆さん多分聞いてる方たちはちょっと変ちゃう、思ってるかもしれない。たまに標準語入ったり関西弁入ったり。誰が一番変かまた教えてください。誰が日本語、誰が一番変、日本語下手くそかまた教えてください。どうする、会議、会議、ほんまに俺そんな変、何言ってるか分からへんかった。でも関西、さっきだっけ、キヨが言ってた、イキシナとか、コチョコチョコチョバイ、コチョバイか、関西弁だ、関西弁らしい、そう、くすぐったい、最初来た時、え、何言ってんの、イキシナ、イキシナが、イキシナだよね、イキミチ、うん、イキミチ、イキシナにコンビニ寄ろう、そうそうそう。じゃあ今回僕たちは、最後、スクショタイムだけして、お、スクショタイム、スクショタイム、じゃあポーズの一緒にします。何にします、かっこいい系かかわいい系か、じゃあ4人でハードする、4人が、お、4人で、こう、俺、これこうちゃん、こうじゃん、いけてる、いけてる、スクショタイムいけてる。スクショタイム始まります。せーの、はい。
ハートちゃうやん絶対。めっちゃ汚いってお前。カイリもうちょい、カイリとムサシが寄らなかった。オッケーオッケー、ちょっと遅いんか。一個できた、いけた、いけてる、いけてます。オッケーオッケー。じゃあオッケー、今回あー日本語でやってみたんですけど、まだいつか僕たち4人で、はい、また、ね、日本語でやったりすることもあると思うし、うん、はい、これからも皆さんといろんなことをお話ししていければなと思います、はい、また期待してください、はい、明日のベライブも誰が、うん、誰が来るのか楽しみにしててください。ドキドキ。じゃあ挨拶、挨拶、はい、せーの、ナイボイスピア、僕たち T サイクでした。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ、また会おう、バイバーイ。